ヒルマン・アベンジャーは、クライスラー欧州部門が開発し、英国市会社のルーツグループのヒルマンブランドで販売していた、後輪駆動の小型乗用車である。1976年以降は、クライスラー・アベンジャー。クライスラー欧州部門が、PSA プジョー詩トロエンに売却された1978年以降は、タルボット・アベンジャーと名称を変え、1981年まで生産。 販売された。1970年2月発表。1967年にクライスラーがルーツグループを買収して以降、初となる新型車として注目された。スタイリングは当時のアメリカ車の流行を取り入れたコークボトルラインのセミファストバッグであったが、機構は保守的で新設計ながら 1250cc。 または 1500cc の直列4気筒オフエンジンに4足 MT のみの組み合わせ。サスペンションは後輪リジットアクスルを採用していた。なお、プラスチック製フロントグリルを初めて採用した英国車でもある。生産は当初はイングランドのライトにあるルーツグループの工場が担当。後にスコットランドグラス号近郊のリングット工場に移管された。 従来のルーツグループ各社種のように、シンガーサンビームハンバーなどのバッジエンジニアリングモデルは作られず、ヒルマンブランドのみで販売された。発売当初のジャーナリズムの評価は良好で、優れた操縦性と走行性能を持っていると評価され、翌1971年に登場したライバルのモーリス・マリーナなどよりも優れていると評された。当初は4ドアセダンのみが用意され、から、 DL、スーパー、GL のグレードが用意された。DL とスーパーは 1250cc と 1500cc エンジンが選択可能だったが、GL には 1500cc のみが用意された。DL は床はゴムマット、スピードメーターも簡単形式のシンプルなものであったが、スーパーではフロアカーペット、ドアのアームレスト、二連式保温や交代等が装備される。 GL は標準の角型2頭に対し丸型4頭式のヘッドライト、二足式ワイパー、室内からのボンネットレリース、ナイロン製生地のリクライニングシート、丸型メーターが装備される上級グレードである。アベンジャーはフォードエスコートやボックスホールビバと共に堅調な売れ行きを示し、クライスラーはアベンジャーを世界戦略者に仕立てることを計画。 そこで1971年以降、プリムスクリケットとして、対米輸出を開始したが、サビの発生や、故障の多さ、さらに、第一次オイルショック前で、小型車の需要がまだ高まっていない時期であったため、2年、足らずで撤退に追い込まれた。なお、オイルショックで小型車需要が急増した1974年以降は、ダッチコルトが輸出され、成功を収めている。 マイナーチェンジ1970年10月には GT が追加された。エンジンはツインキャブ化され、ボディにはストライプが施された。また 1500cc の全グレードで、それまでの4速 MT に加えて3速 AT も選択可能となった。1972年2月には、車用車向けのスタンダード版が追加された。DL の装備をさらに簡略化したもので。 サンバイザーは省略され、ヒーターブロワーは ON オフのみで風量調節負荷というものであった。同年3月には DL スーパー25ドアワゴンを追加。また、かつての高性能スポーツカーサンビームタイガーの名前を受け継ぐハイパフォーマンスモデルアベンジャータイガーが発表された。専用のシリンダーヘッドウェバー製ツインキャブ圧縮比9.4。 一などのチューンを施し、最高出力は92.5馬力、6100rpm 等発生、サスペンションも強化されていた。オレンジの塗装、ボンネットのパワーバルジ、専用ストライプが、標準装備で0から60マイル加速8.9秒、最高速度時速 174km を発揮し、ライバルのフォードエスコートメキシコ以上の性能を、 ポこったが燃費が悪いという欠点もあった。同年10月までに約200台が生産された。10月には GT の上位グレードとなる GLS が追加された。専用のスポーツホイールとレザートップが外観上の特徴である。同時にタイガーが正式モデルとなり、ヘッドライトは丸型4灯化され、パワーバルジは省略、ホイールやシートも一新された。 ボディカラーには赤色が追加され、約400台が生産された。1973年3月には2ドアモデルを追加。10月には排気量が拡大され、1250cc は 1300cc に、1500cc は 1600cc となった。同時に GL と GT の 1300cc モデル及びにドアモデルが追加された。 1976年にマイナーチェンジを受け、名称をクライスラー・アベンジャーと改めた。フロントフェイスはアルパイン風のデザインとなり、ダッシュボードやセダンモデルのテールランプなども一新された。また、給油口がボディコ部から右側に移設された。グレード体系は LS、GL、GLS に整理された。1970年代後半になるとアベンジャーは、 球体化が顕著となり、フォルクスワーゲンゴルフ、ルノー14やフィアットリトモなどに販売面で苦戦しつつあったため、クライスラーは1977年に全輪駆動の新型車、ホライズンを発表した。1978年にクライスラーの欧州部門が PSA プジョーシトロエン参加になると、PSA はクライスラー製品のブランドをタルボに統一することとし、本社も タルボットアベンジャーと解明した。しかし、タルボエンブレムへの変更は行われずに、クライスラーのペンタスターエンブレムのままで、販売されていた。その後、リンウッド工場が閉鎖された1981年に、生産終了となった。アベンジャーをベースとしたサンドアハッチバック車の、クライスラーサンビームには、ロータス製エンジンを搭載したホモロゲーションモデル、タルボットサンビームロータスが存在した。 中でも、プジョーワークスのマシンは、チューニングによって市販車の 150PS から 240PS にまでパワーアップされており、1979年4月にグループ4の認定を受けてアークや WRC に参戦し、生産中止となった1981年には、WRC、マニファクチャラーズタイトルを獲得した。その後、プジョーワークスは、次年より、 試行予定のグループ B 規定に合わせたマシンを開発するため、その年限りでワークス活動を休止し、サンビームロータスをグループ B マシンとして改良することを検討していたが、計画を変更し205ターボ16の開発に専念することとなる。アベンジャーは欧州諸国やアメリカへ輸出され、アメリカではプリムスクリケットとして、フランスではサンビーム1250。 1500として、その他の欧州諸国では、サンビームアベンジャーとして販売された。また現地での生産も行われ、南アフリカでは、プジョーエンジンを搭載して、ダッチとして、ニュージーランド、デンマーク、アルゼンチン、ブラジルでも、ダッチとしてそれぞれ販売していた。中でも、アルゼンチンでは1982年以降、 現地工場を買収したフォルクスワーゲンブランドで1988年まで生産が続行されていた。また、イランでもノックダウン生産された。なお、日本では、総代利店、伊藤中央都が1970年に撤退したため、輸入されなかった。ありがとうございます。